真面目君、右という言葉を説明できるかい？西を向いた時、北に当たる方が右。今日から辞書編集部に配属になった真面目三ツ矢君。要領採集。この資料室には100万以上の言葉が保管されている。あの人さ、絶対変だよね。豪邸だろ。西岡さん。うわ、そう。迎えに来てくれたんだ。私はかぐや。どうぞよろしく。好きな人でもできたんじゃない？なんで筆選んじゃったの？戦国武将じゃねえんだぞお前。大都会なんか中心になるかもしれないし。辞書は金を食うばっかりで生み出さないじゃないか。どうしてですか？僕一人じゃ無理です。大丈夫だよ。女が板前やるってやっぱり変かな？そんなことありません。大事には28年もかかってる。なんでやる気が出るんだよ。ありがとう。ちょっと男前になったね。手紙じゃなくて言葉で聞きたい。好きです。船を編む。あっ